じゃーん。まあ、ドムですね。綺麗にしていこうかなと思いまーす。こんなに近くで寝るよ。もう見えてないよ。あ、やってしまった。消えちゃったー。みなさん、こんにちは。プラマイドル工作、キノです。今日も始まりました。モテッチ TV。今日はですね、この前、全力でヤスリをかけた、こちら。じゃーん。まあ、ドムですね。おう、今度は細かいところを塗ってですね、ちょっと綺麗にしていこうかなと思いまーす。で、まあ、今のところ、よいしょ。まあ、こんな感じでね、そう、それなりにやすった状態で置いてあるんですけど、800番までかけて、最後これ、艶消し拭く気満々なんで、ちょっとね、さらっとしたところまで作ってある状態になってます。で、この子たちに色を塗らなきゃいけないので、塗らなくていいやつは、ちょっと余計ながら、ちょっと塗っていこうかなと思いまーす。なんかね、細かいパーツ結構多いね。うん。で、あとね、デカールも結構あるので、このデカールもしっかりとね、貼っていきたいと思います。うん。では、あれってか、この頃って水の転写なんですね、よく考えたら。ね。へー。便利。なら頑張って貼ってきます。まずは、塗る方からですね。これ何色とかが、この説明書だとね、結構、ん?書いてある?この8番って何?あ、デカールの名前?え、黒いデカールないよね。ってことは、多分黒を塗ればいいから、まあ黒からいこうかな。黒塗るとこ少ないと思うんだけどな、そこどぐらいじゃない?うん。じゃあ塗っていこうと思います。はい。じゃあ今回は、近くにあったタミヤアクリルを何色かね、使っていきたいなと思います。つや消すので、フラットブラックだろうが何だろうが正直いいんですけど。よいしょ。ね、しっかり混ぜて、ペーパーでちょっとね、拭き取りつつ。よし。よし。で、これを。あ、そうだな。溶剤。なんかお水でもいいんですけど、せっかくあるんで、アクリル用のね、溶剤を使って、筆をちょっと鳴らしたりとか薄めたりとかしていこうかなと思います。よいしょ。よし。じゃあ、細い方の方がいいか。いやー、なんか結構面積あるかなと思ったけど。よし。じゃあ塗っていこうかなと思いまーす。ざっくりね、ここの黒いところはどこまでなんだろう。ここまでかな。あー、抜けるー。腕塗りなので黙っちゃいますけど。ああ。で、喋った瞬間にこうね、はみ出るっていうこの感じね。そうだよねって感じ。ちょっと、腕の何とも言えないムラとかは出ちゃうんですけど、ちょっと楽しみながら塗っていこうかな。ここはどっちにしてもデカールも来るので、なんとなく塗れていたらいいんじゃないかとも思います。結構はみ出てるけど、気にしてない。気にしてもね、楽しくないからな。まあ、筆塗りの時点でね、そんな丁寧にっていうよりは、味を楽しみながら塗っていこう。めっちゃはみ出ました。うん。いいね、このなんかボソボソな感じとか。ゴールドでいいね。うん。まあね、ちょっとね。はい、黒になりまして。で、まあ、洗いつつ、そのまま洗ったり薄めたりするの同じやつでやっちゃう感じ。でも、メタリックだけ最後にしようと思いますなので。うん。じゃないとなんか粒子がね、あれかな。あとは別に色だからいいや。で、オレンジも多分ここの胸のここ?ここは違うよね。ここなんかデカールだけっぽい。ここだね。ここの中がオレンジっぽいので、塗っていきまーす。よし。まあね、最初は混ぜ混ぜから。混ぜと、オレンジイエローって書いてあるけど、まあ、ある色でいいかなと思うので、ある色でね、塗っていこうかなと思います。うん、こう、まあ、端っこの境界のところから塗ってですね、あと真ん中をざっくり塗る感じで進めていこうかな。うん、あ、手震える。
あと村になってもいいんで、全然楽しくなりましょう。大体だって筆が持ってった村とかは残っちゃうので、まあでも汚したら楽しいよね、こういうのね。村かわいい。筆の塗料とかもいろんなのが出てますけど、確かにね、下出るカラーだったりとかね、便利なのもありますが、じゃなくても全然楽しいと思うんですよね。こうね、やっぱり価格だったりとか、手が出せるもの出せないもので、近くのねお店に売ってるものじゃないものとかもあるので、ほんとね、結局同じだと思うんですよ。最後楽しんで作ったらそれでいいし、私みたいにこう後で汚しちゃうっていうの分かってるから、まあね、ちょっとボソボソになってもその味がまたいいだろうなとか思いながら塗ったりとかしたらいいかなって思うんですね。で、これちょっと乾燥、ドライブースター、バーン、便利。はい、続きまして、これが茶色なんね。結構ね、色は分けといたんだけどね、一応チェックしながら塗ってます。なんかこれがね、結構見にくいんですよね、結構そう、デカールの貼り方書いてあるんだけど、なんか毎日どこじゃろうと思いながら見てますね。うん、これはさすがになんか持った方がいいか。どこだったらこういう風にこっちからこの辺やったら多分見えないのかな。ここやね、この辺なら持ってよし、こんな感じで、はい、持ちました。これも使っていきます。これは全体に塗ったらいいのかな。茶色って書いてあると結構レッドブラウンの方が近かったんじゃないかな。サクッと塗っていきましょう。よし、今こんな感じでなんとなく塗れてるので、 OK。便利ね。この部屋の模様替えをしてからすごい便利で、何でもね手に届くんですよ。さらにこうドライブルスとかも届くようになって、すごい改造してよかった、本当に。なんかね、うん、いいよこの家よしよし。で、続いて赤、赤がバニラの赤ですね。これかな、ちょっと残りが少ないですね。なんだかんだね、タミヤのアクリルカラーは結構なんだかんだ使ってる気がします。え、少ないよね、ほら、もうほとんどそこしかない、少ないんですよね。やっぱこう匂いが少ないとか、アクリル系だったりとかっていうので、月の上で気軽に使えるものはね、すぐでっかね、なんだかんだ使っちゃいますよね。準備がいらないっていいよね。えい、こんなに近くで塗るよ、もう見えてないよ、へへへ。濡れてない、多少でいいかなね。どうせこの後上にね、シルバーとか塗るんで、うん、OK。 あ、違うのから取っちゃってもいいか。 OK。 まあね、多少なんか色が混ざってたりとかするんだけど、まあ、気にせずに終わりはい、続いてシルバー。シルバーもね、何色か塗ってもいいかなと思ったんですけど、なんかね、黒っぽいのがあまりなくって、ちょっと逆で明るいシルバーを塗ってみようと思います。やばい、団子になって、やばやば団子になってる、やば、しっかり混ぜよう。すごいこれ、まあ大丈夫か。はい、じゃあクリップで染めていこうかな。もうこんなの絶対半分ずつ塗ってね、外さんと多分無理やね。半分ずつ塗るじゃないと落下する、絶対。なんで先に塗って乾かして、もう一回戻ってこようか。よし、うわー、めっちゃ白バヤー。ザクッと塗っていきますよ。で、ここのね、シルバーこんなに一発で塗るのってすごいよね、筆塗りなのにね。そうそう、そう思うと優秀だわ、優秀すぎた。よいしょよいしょ。でも私がキューキット作ってるのとか超珍しいでし
やっぱね、時間がちょっとかかるんだよね、いろんな工程があるから。だからあんまりね、こう、なんだろう、簡単そうに見えないかなと思ってわざとね、外したりするんですけど、でもやっぱりいざやってみるとね、楽しいんですよね、これがね。たまにはやるべきだなって、本当今思ってます。普通に楽しい。ひとまず、場所すれてたりとかなくてもいいかなと思っております。そして次、なんでもいいんだけど、これどうしようかな。こういう風にくっつくわけやから、一番目立たんのどこやるのかな。ちょっと目立たんところは、こうするか。無理やり止めました。クククク。うん、これは全部塗っていいのか。違うな、違うけど全部塗ろう。困ったら全部塗りしますね。本当はなんか肌色っぽいというか気体色と同じみたいなところがあるんですけど、その色を調色するのが大変だから、こういう時に自分設定が入ってちょっと楽してしまうスタイル。もちろん塗り分けも楽しいんですけどね。ただ今回はちょっとさらりといってしまいます。いいんです、それが楽しいから。はここでおしまい。あとは乾いてきているところからとかね、デカールを貼っていこうかなと思います。はい、ではちょっと乾燥を待ってる間に空いてるパーツ、塗ってないところからデカールを貼っていこうかなと思います。で、デカールが水転写だったので、まあ、切りながら貼っていこうかな。結構肩とか難しいんじゃないこれね。てかこれすごいね、よくこの中に詰め込んでるねっていう感じのデカールだよね、このね、肩だって。こうすごいねこれ。一回全部切ったらいいのかな。そうしよう、なんかぶつかりそうだもんね。すごいなこれ。ちょっとめっちゃよく見ないとどこがどうだかわかんないや。そういうシールなかった？名前シールみたいな、タックシールだっけ、名前書いたみたいだね。よいしょ。で、いっぱいある、どうしよう、どっからどう切っていいのかわかんないぐらいある。ごめん、外の糊の部分まで一緒に切っちゃいそうで。よいしょ、ちっちゃいのはこう一本で残しとこうかな。ちょっと多いよ多いよ多いよ、多いし狭いよこれは。なかなかですね。やはりキューキットを作る人はそういう人だという認識なのかもしれないですね。そもそもそういうの慣れてるでしょみたいななのかもしれない。よい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 よ、そんなそんなそんなって感じですね。こんなとこにもあるの。で、ひゃーだね。全然切れてないわ。そやん、これどうやって中切ってくれんの。すごいね、すごいしか言えないぐらい、すごい。え待って、こっから、えじゃない今、えってなってる。マジか、マジか。半分しか切れてない。よくある、これな。やだな。ちゃんとね、番号もね、わかるようにね、一緒に切ってます。うん。じゃないと、これわかんないし。どっかのやつだ。どこでもない子もいるのかな。そうっすね。どこでもない子もいますね。
よし。だいたい行きました。で、どっから行きますかね。よし。肩行こうか。これだよね。でっかいやつだよね。もう不満だから、ソフトが欲しいよね。いや、わからん。どれくらいなんだろう。ちょっと、セッターとソフトは出しとこう。怖い。怖いもん。でも、いつでも行けるように、ちょっと蓋だけ、こう、開封。開封しておいて。はい。では、これを。うそ、こんな、こんな、うーわーお。わーお。わー。わー。ウェイドボン。はい、ドビーン。結構大きめなの持ってきたのね。すぐに使います。私ね、このデカいのときはね、まっすぐのね、あんまり尖ってないやつが好きなんだ。これだな。で、私の場合、デカールをこうね、つけた後、割とすぐにこうね、こうペーパーの上に取り出して、で、浸透していくのをちょっと放置して待つのが好き。そうすると、ずっとお水の中につけてるわけじゃないから、こうね、糊が無駄に流れていかないと思っています。もう人それぞれよね、この辺はね。うん。この辺もそうなんや。それ貼りやすそうやね。で、これ次。これと、これと、これも、なので、3切っとこうかな、その間に。よいしょ、3。で、なんかの、これ三角あったぞ、どっかに。これじゃん？これ肩に、これが乗るようです。よいしょ。これも肩です。これでか、こんだけかな。よし。そしたらば、多分そろそろ動…あ、これ番号のやつはちょっと浮かせて、逃がして、ちょっとね、くっついてほしくないから逃がして、やっぱりちっちゃいのは動くのに、なんで大きいからか、なかなかね、動いてくれないですね。なんと、ほんと全然こんね、ポチ、うん、もうちょっとか、すごい、こんなかかるんだね、ぐらいかかってます。あ、すご、あ、切れた！ガーン。ガーン。切れちまったぜ。ガーン。いや、これは難しいよね、正直ね。柔らかいのに長いとかね、絶対切れるわ。よいしょ。デカールっすね、これね。なんとか貼りたいんですけどね。これなかなかだよね。これはうまく貼れるのだろうかぐらい。超むず。超むずですね。つなげました。いや、これは厳しいね、とってもね。なぜこれを用意しておかなかったのか、綿棒で。よし。
何でも何でも入れて乾く。あーもう一個全然気が抜けへんやもんな。しんどしんど。それもカーブしているので合わせに行くのがなかなかまっすぐ行かないですね。よっ、なんでどうやろう。うん、いい感じいい感じいい感じよ。 OK! よいしょ。 OK、 これも入れる。お次はよいしょ。なんかいっぱいあるね。大変じゃ。腕やろうと思ったのに全然できんかった。いや、まあ、全部は無理だな。一部でもいいかなってすごい思いになってきた。よっ。あ、全然動かない。ちょっとぴったりぴったりすぎて動いてくれないですね。うん、いいんじゃない。濡らしちゃったので濡らしたかね。うん、あ、いい感じいい感じいい感じ。はい、またこっちも。はい、水ずらしたい。うん、こんなもんじゃないですかね。うん、めっちゃこれ貼るだけかっこよくなった。いい感じ。うん、よし、いい感じよ。で、これだね、このね、水ついてるやつ。え、全然サイズが違う。足の丸いのまでは勘弁してください。本当に勘弁勘弁してください。貼りたくないっす。許して。さて、デカールとですね、色をざっくり塗ったところまで来たので、あとはですね、まあ、トップコートを艶消しを拭いておこうかなと思います。
おー、きつい。硬いよ、最後。もういいですね、この音は。うん。いい音ということで。よいしょ。2本目、シビン。あ、やばい、全然音違う。こうね、下の方に沈殿しているので、めっちゃ振って、この音を警官に来てから。よし。よっしゃ。あ、楽。やっぱり最初とね、吹き心地が全然違いますね、最後のやつは。広がり方もちゃうし。ということで、こんな感じで缶スプレーでですね、艶消しにして終わりたいと思います。で、この先はまだ続きがあります。じゃーん。あ、すごい。あ、なるほど。こういうのは強弱をつけるために本当に影になっちゃうところをやってたのに、今度は全体に本当に砂を乗せていく感じだね。この上で結構いろいろ混ざっちゃったから、そう、こうやってこうやって混ぜてみて、いい感じ。そうね、塗装までつかない人多いんだけど、はい、工作が楽しいから。あ、違いますね、全然映、うん、るんでしょうか、この違い。いやー、どうだろうね。難しいですよね。ちょっと強めにやってちゃった。変わる、あ、楽しい、うん、いいですね。目に見えてやっぱ変わっていくと結構自分すごいかもって思えるじゃん。あ、思います。この作業に意味がある気がします。はい、影感出すみたいな。はい、だいぶ落ち着きました。あ、いいよ、いいじゃないですか。2人の時間の許し方に行ってます。好みがありますね、こういうね。あの、はい、え、今度はエナメルですか。ちょっとじゃあここで、はい、感想を、感想を、はい、はい、多分どれも使ったことある素材なんですけど、自分で模索しながらこうじゃないかなっていうふうに使ったことはあっても、実際に手を動かして教えてもらうっていうことがなかなかないので、こういう塗り方があるんだなっていう知らない方法、もう綿棒とかまさにそうで、そう、そういうのを覚えられたとか、実際にやってみてこうなるんだっていうのが体験できたのはすごい良かったなって思ってます。はい、僕は使うみたいな。大丈夫です。ちょっと真面目コメント。いやいや、本当そうだと思います。はい、もう、うん、そこも皆さん使っていいと思います。そうです、そうです、そうです。いろいろやってみるのがいいなって本当に思いました。はい、はい、はい、出すか。あ、 OK、 OK ですか。はい、全然 OK です。はい、ありがとうございました。4月の19日発売です。ぜひ買ってください。以上、もちんち TV でした。バイバーイ。